はい、パーティーゲームがお送りするスプラトゥーン3のサイドオーダーオーダーなんとかって言おうとしたらね、サイドオーダーですね。はい、続きお送りしてまいります。前回にまあそのね、本番がスタートしたってんでね、突入して一応今10回まで到達したという段階でしたね。はい、全部で30回あるこのコースのとりあえず10回まで来ましたけど、まあここからどんどんね、難しくなってくるんじゃないかと思います。はい、そしてね、これ自販機コーナーというものがあるんでね、初めて利用してみたいと思いますね。まずはこれから、ね、リコインが今1475枚ありますけども、あ、これで何ができるかというところですね。お、あれが自販機か。何やってるか気になるな。ああ、スペシャルフォンウェポンが、ウルトラショットからウェフラッシュに変わります。いやー、でもいやースペシャルウェポン、あー、でもウルトラショットの方が使いやすいから、うん、状況にもよりますけどね。即した敵へのダメージ、メインウェポンの攻撃回数、あ、連射速度ですね。あ、在庫3と書いてあるんで、3個連続で買おうと思ったら買えるみたいですね。これを1個買って、あ、高くなった。2つ目からはお値段がちょっとね、上がるみたい。やめとこうか。ネギコインはね、まあ、攻略完了時にですね、真珠に変換されるので、あんまり使いすぎたらね、使いすぎたで、真珠のゲット数が少なくなっちゃうのかな、と思いますので、ほどほどかな。釣りのフローなんかついてるか。ボーナス。あ、ボーナス付きのフロアがありますね。ボーナス付きのフロアでは、カラーキップフィーバーか、ボーナスチャレンジのどちらかが発生するんです。カラーキップフィーバーが発生すると、ソロフロアにいる間だけ、パレットの空きスロット全部にカラーキップがセットされるんだ。全部にセットされるのは適当に選ばれた一つの系統のカラーキップみたいだよ。もう一方のボーナスチャレンジが発生したときは、フロアのお題とは別に追加のお題が出されるんです。追加のお題は達成しなくてもいいのですが、達成すればネギコインをゲットできますよ。選んでて損はないって感じだな。どうぞラッキー、行ったっか。でも難易度難しいだよ。大丈夫、まあ、行ってみようか。多分大丈夫だな、難しい。でも空きスロットってだってまだすごいいっぱい空きがある。20ね、何個もくらいあるから、あれが全部埋まったら結構すごいことになりそうですけども。メインウェポンを使わずに行く。うやー、きついな、それ。ちょっとまあ、やるだけやってみましょうか。こういうことでしょ、要は。いやー、なんとかなるっちゃなるんかなー。まあでもね、これを置いてやってるだけでも、いや無理な気がするな。ちょっと逃げる一回ね。だいたいさ、メインウェポン使わないとこれ上のやつ倒せないんだからさ、無理っしょ。いやー、そしてウルトラショット、ダメだ、無理無理。諦めた。ただ単に壊すとかだけならいいんですけどね。エリアのルールでこのルール、追加ミッションはちょっときついな。あ、ちょっと。ちょっとごめんなさい。追加ミッションは諦めました。
ますよ。オッケー。あ、向こうか今度は。こいつめんどくさいね。いやー、交互に来るか。あーでもこれを繰り返すでもいいのかな。もう多分交互に来るのは分かってるわけだから、そうこうすればほら、うん、オッケーこの流れさえ分かればね。あとはあれ見えた、違うやつ来たな今度。オッケー。ちょっと時間かかった。追加ミッション、難しかったね、ちょっと追加ミッション。はい。あ、またチャンキだ。これ多分ランダムだろうね。出てくるか出てこないかは。サブウェポンのションピンク、サブウェポンか。期間ごとのドローンゲージの増加。スペシャルオープンをホップソナイス。パッとしないな。意外と。いや、いいかな。ジャンキーにしてね、1コイン。1コイン落ちてたとか、裏を見たらね。ちょっとあったらそんな面白いですけどね。はい。まあ、何も買わずにね、帰ったとしても、フロアは1つ進みますからね、それで。はい、お、次のフロアなんか怪しいのがついてんぞ。トラブル。これがついているフロアに入ると何か良くないことが起こるらしいよ。マジかよ。じゃあ選ばない方がいいのか。とはいえ、選ぶまではトラブル付きのフロアがだんだん出やすくなっていくんですよね。あー、なるほど。頭引ききつい時に出てこられるのもそれはそれでめんどくせえな。まあ、試しに選んでみてダメそうならネギコインを使ってエレベーターに戻ってくるのもありだよ。オッケー。ハチ、どうするかお前任せた。なるほど。一回トラブルを置いときましょうか。もう一回このボーナス付きの難しいステージ行ってみますわ。次はあのパネル埋めてほしいな。追加ミッションじゃなくてね。どうかな。ああ、ボーナス、スペシャルボーナス。ああ、スペシャルウォッポンを使わずか。それならまだなんとかなるかな。いきます。わあ、ちょっと待って。無理。一瞬だった。そっか、真ん中行ったらまずいか、じゃあ。じゃあね、なるほどね、位置取りが分かった。はい、こっち行こう。で、ここをしっかり塗る。で、これを使って逃げる。はい、したら今度は向こうにね、今度はやってきます。いやー、マジか。いや、ここ難しいわ。やばい。
構ポータル壊しに行くどころじゃない気がしてきたな。あー今のあれトーピードみたいな感じなんだね。あーちゃーやられた。そうかー、やっぱ難しくなるね。うわどうしよう、パート始まって10分くらいで KO されちゃった。はははは、あーって感じだね。入手ポイント7445。あー100ポイントで真珠1個でちょっと繰り上げかな、繰り上げサービスはしてくれてるみたいですけども。そっか甘くないね。じゃあやっぱりエサ入れて空飛んで切るのやべえな。確かに決まったね、まあ仕方ないこれはね。そんな絶対一発でクリアできるようなあまり難易度にしてるわけないんでね、うん、はい4つ目開けました。ホタルのパレットをゲット。ホタルさんのパレットなんて、じゃあこれってホタルさんの魂の一部。すごいこんな近くに、やばーい。いいだ落ち着け。そういえばこのロッカーの光ってる扉、パレットの場所を示しているらしいですね。みたいですね。パレットの反動はまだたくさん残ってますので、新しいパレットを使ってどんどん鍵を集めましょう。はい。そうですね、前回のパートでもお話ししてました。パレット変更で選ぶとね、まあパレットごとに武器の種類変わるわけですけども、その攻略していく上でね、10階にたどり着くたびにロッカーの鍵が手に入ります。で、その手に入るロッカーの鍵が、もうパレットごとに決まってると。いうことなので、いろんなロッカーの鍵を手に入れるためには、いろんな武器で攻略をしていかなければいけません。ホタルといえば確かにチャージャーのイメージだね。しかし俺にチャージャー使わせても、ろくなことないと思うんだけどな。使い慣れてないけど、傘行こうか。飯田のパレットを使わせてもらおうかな。で、これは？あー、スプリンクラーと雨フラシか。また難しいね。いや、これがやっぱり一番シンプルで使いやすいと思うんだよね。まあいいや。せっかくね、やっぱり動画として送りしてる以上はね、いろいろやってみたね。はい。そして、真珠を獲得しましたので、また飯田にハッキングをお願いしましょうかね。やられてしまったフロアからリトライできる機能が完成しました。やった。まあ、それはでもどっちがいいかですよね。リトライね、するはいいけど、切符なしの状態でそこへ行くってことは、余計難しくなりますよね。多分。そのことを考えると、必ずしも必ずね、リトライして、した方がいいとも言えない。一回から堅実にね、やっていって、やっぱりチップしっかり集めていった方がいいっていう考え方もありますんでね。うわ、10回ボスウルないって書いてますけど、そっか、そもそもボスの種類もいろいろあるのか。10回のボスが前回ね、戦ったあいつとは限らないわけですね。いやー、悩ましい。これ10なんでちょっと回避にしますね、一回。で、これ増やしていい？挑戦できる回数を増やしました。これは時間かかるぞ。そっかー、まあ、繰り返しプレイするためのね、仕組みですからね。じゃあちょっと一回試しにリトライしてみていいですか。あ、真珠が必要なんか。しかも使う真珠227って絶対足りねえじゃん。めちゃくちゃ使うね。はい、甘くありませんでした。じゃあ一回からおとなしく一回から挑戦します。そらそっか、そんなもんやね。ちょっ
とな、このガジェット系の装備も。まあ、別にね、傘を無理に使う必要はないわけでね。まあ、でも大勢に囲まれた時なんかは傘でのこの突撃がね、絶対強いと思うので、まあ、もしかしたら意外といいかもしれないですね。はい。そうそう、前回のチャレンジで5回クリアしてたので、今回は最初に500ネジコインがもらえますよ。それに5回で必ず自販機コーナーが出るって話だったな。5回クリアしたくとアタクって話、マジなんだな。今回はいい感じにスタートして決められそうだ。やってるぜ、ハチ。でもね、あの結局チップは集めなきゃいけないからね。じゃあこっからはね、もう特別ななんかでも起きない限りはもうカットがっつり挟んでいきますのでよろしくお願いします。はい、可能な限りね、最初のうちに難しいコースで稼ぐと。宇宙から狙い撃ち、狙い撃ちできてない。あー待って待って、下手くそ。狙い撃ちどころか、俺が狙い撃ちされてんやろ。やれやれ、いやー無事なー。まあ、この逃げるルートにね、こう、インクを巻き出しておけば、ね、次通った時はね、そいつらの足止めになるわけですよ。これで多分ね、捕まえやすく、ほら、何もせんでも一体倒れましたもんね。はい、ここで足止め食らって、オッケー。あー、だから、逃げる敵を倒すミッションは割と分かれば、理屈が分かれば割と、やりやすいかもしれないですね。あら、なんか帰ってきたっぽい。帰ってきちゃダメだね。なるほどね、ゴルフのようにスパーンって飛ばすのはいいけど、ああ、どっかドカーンってなって、むしろどっかね、よくわからんとこ行っちゃうっていうパターンなわけですね。お、でもいけそう、やった。ナイスショットでした。いいですね、ちょっとゴルフ感覚のミッションでしたね。難しいだからどうしようもなかったけども、滑空しない。はい、そうですね、まあ、滑空なしでクリアだったら割とそうでもないかな。まだ難しさ的にはね。待った待った、普通にやられた。いやー、あれあれじゃねえ、ほら。
周りからいつ来てもいいようにね、確実に周りを塗りつぶしつつの、この辺にスキルからね、はい、雨降らし、はい、あーここあれか、地形が変わるタイプのやつか、しかもね、忘れがちですけど、イカ出しやイカロールもね、駆使して進みましょうね。悪くはないんじゃない？終わったけど、こいつか、またアメフラシー、待って、スプリンクラーの力を借りてと思ったけど、ひげてるな、アタックスプリンクラーの力なんて。ああでもいい位置に置いたらスプリンクラーの威力絶大ですね。お、いけるんじゃないかな、もうそんなに来てないからね。ああやった、いやきっつ、いやーまあいっちゃうね、これぐらいのことで。あ、そしてボーナス報酬もらいましたね、一応追加ミッションクリアしましたんでね。じゃあ、自販機から行きますね。まさかのライフ回復が打ってるとは。ありがたや、ありがたや。ああ、ナイスだ。よし。あとかな。ファイトがいっぱいだとカラーチップが並ばないので、新人サウスペシャルを使うチャンスです。ああ、なるほどね。そういうことか。そういうことか。カラーチップが並ぶとカラーチップがリストに出てこなくなるから、その他のアイテムが出やすいということですね。お店に。今のところ余裕だな、キー。そうでもないです。通常10回か。危険な相手が待ってるはずだ。無茶なことをするなよ。て何が来るかね、次はどんなボスがいるのか知りませんが、はおっと、いかいかの、いやー巨大なボスかと思いきや、アマゾネス的なやつが出てきましたね。うわ、ローラーか、うわマジか、普通に強いじゃん。でもこっちをあまり登って来ようとこしないな。よっしゃ、オッケー、ナイスです。高台をうまく使うと良さそうですね。なるほど、来い、来たね。
おっと、今度は俺と同じ。ドローンがスケルトンだけどな。マジか。倒した倒した。いいんじゃない？あと一体。あ、違う、もう一体いるんか。この赤い線がね、目印。オッケーオッケー。一旦あと少し気がせずに行こう。うわ、4体いるよ。最後来た瞬間に雨降らし、これで4体の相手をね、少しでも。おっしゃ、1体こっちに来てる。あー、スケルトンも来てる。はい、落ち着いて。高台高台。ああ、しんどい。あー、IQ4 体からスタートするのね。いやー、ここで終われんぞ。まだアメフラッシュ。一体倒した。こいつらでもあれだね、高台の上には登ってこないっていう習性なのかな、そもそもが。ということは、もう周囲に気をつけつつ、どうだろう。例えば雨降らしとかね、スプリンクラーとかを使って検知にダメージを与えていくような形がもしかしたらいいのかもしれませんね。わー、マルチミサイル。あ、でも2体目倒したね。時間かかるかもしれないけど、もう高台からちまちま作戦がいいのかもしれないな、登ってこないのであれば。でも敵も雨降らし使ってくるんですね。さあ、じゃあ先か、さあ、じゃあ先か。落ち着いて、雨降らし。ああ、通り過ぎるぐらいはあるけどね。泥仕合や。あら、割れた？あ、敵の雨降らしか。マルチミサイル。くっそー、落ち着け。危ないよ。はい、雨降らし。追い込んでいく。ワイプアウト。はあ、普通にきついがな。いやー、そっ
ー、これ時間かかったね。まあ編集でカットしてると思いますけど、こんな調子で大丈夫かな本当に。だよね、ある程度使い慣れた武器じゃないとこれやばいね。とりあえず一呼吸だな。いやいやだなこれ本当に。これだからまあ難しいとさね、まあ何度も説明してる通り、結局ね同じ武器ばかり使ってたらロッカーの鍵がね多分まあその手に入らなくなったり、もしてくるので、別にロッカーの鍵開けなくてもクリアできるようにしてるのかもしれないけど、個人的にはその必戦系の使えるパレットとか出てきてくれたらね、まあ、最高に嬉しいなと思ったりしてね。悩ましいねこれ。確かにこれはもう本当に繰り返しプレイしないとたどり着けないようになってますわ。そういうゲームって動画でお送りするの難しいですよね。長新しくなりそうでね。難しいですけど、まあ本当にね、ここからは本当にカット多めでちょっとね、しっかり進展があった時のみ見せていくとかね、まあどうせまたやられる可能性が高いと思うので、やられる時にお見せするとかね、そんな感じの、まあちょっとダイジェストとまではいかんにしてもね、ちょっとまあカット多めで快適にご覧いただけますようにね、はしていきますので、はい、ここから本当にね本気の勝負になると思います。サイドオーダーのプレイ動画、まあ続けていきますんでね、はい、よろしければ楽しんでいってください。はい、それでは今回のパートはここまでといたします。スプラトゥーン3サイドオーダーのプレイ動画、次のパートもどうぞお楽しみに。